美味しい紅茶を気兼ねなく飲めるカフェがあるんですって。もちろん充実しているそうよ。甘いものがメインだけど、そうでないメニューも置いているって話。待って、二人で話しているのに、まさかあなた一人で行くつもり？スコーンに挟むクリームも評判よ。挟みすぎてほっぺたにくっつかないように気をつけて食べないとね。待って、もしかして自分のカフェを作るつもりなの？あなたの理想は高すぎて私には及びもつかないわ。